蓑帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。そして漁師の持ってきた団子を食べ、途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りました。しかしさっき一遍紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰ってもお湯に入ってももう元の通りに治りませんでした。